Thank you.
総大臣7回目の答弁、このような結果を招いていたします。新人4人の中西さんが初めて最後の答弁、岸田文雄さん 26%、 自民の新人で 1.8% が。では最新の議席の状況、千葉4区は立憲民主、自民の松本久さんが初めての当選。この政治を変えてほしい。代表は自民の代表石原、立民の立民党さん3万票、でも実は藤原さんの得票を望める、こういう状況を全体に総合的に判断しますと、やはり藤原さんがよく、いただきます。うまっ、うん、うまっ。ごちそうさまでした。